チッペワ軍はアメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の東に突き出た位置にある軍である。2010年国勢調査での人口は38,520人であり、2000年の38,543人から0.06%減少した。軍庁所在地は数千とマリー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は2697.98平方マイルであり、この内陸地1561.06平方マイル、水域は1136.92平方マイルで、水域率は42.14%である。ミシガン市五線が軍東部を通っている。ナインマイル道路の南部、ミシガン州道129号線がこの市五線の上に重なる。 数千マリー市では12番アベニューの北、メリディアン通りがこの四五線に一致している。1904年のミシガン州軍図から、チッペは軍主要高規格道路軍指定道路次の高規格道路は、チッペは軍道路委員会が軍道体系の一部として維持している。軍指定道路体系の一部として、ミシガン州交通省が番号を割り振っている。さらにアメリカ合衆国林野局ともに、 国定森林シーニックバイウェイの一つであるホワイトフィッシュベイ国立森林系観測道を運営している。ミューナスコングワンは狩猟、ボーとト、バードウォッチなどレクリエーション用途に開放されている。特にマガモ、アビ、コガモなどカモ漁で有名である。ヒカミ釣りでも知られている。カモ漁シーズン開式の週末には州全体から数百人のハンターが集まってくる。この地域は 多くの種類の水鳥が南北に渡っていく時に通過していく。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。 軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。チッペワ軍は、下記16の軍区に分割されている。ありがとうございます。